こんにちは、フィーフィーです。え格付け機関ムーディーズと IMF が韓国経済は危険だと警告しました。世界の信用格付け会社ムーディーズが9月23日、韓国の大企業の信用の格付けを一斉に引き下げると警告しました。これ、相当やばいことなんです。えムーディーズは韓国の金融以外の企業、 26社を分析その結果半数を超える15社の上半期の業績が不振だったと評価しましたムーディーズは世界的な景気の低迷が続く中で今後も韓国企業の信用度が落ちていくだろうとしています中でも特に石油の生成科学 鉄鋼自動車産業はもともと景気に影響されやすいんですそれだけにこれらの産業がコロナショックの大きな打撃を受けました景気の回復は今後世界でコロナの広がりをどれだけ抑えられるかにかかっていますが現時点では難しいワクチンが登場するまでは感染は止められないだろうとしています で、今回、韓国企業に対するムーディーズの格付けですが、格付けの対象にした韓国企業は、サムスン電子、ヒュンダイ自動車など22社でした。そのうち格付けの見通しがネガティブだったのが13社、そしてステイブル、安定的だったのが9社で、ポジティブであるという見通しがされた企業は1社もありませんでした。 ちなみにネガティブとは今後2年以内に信用の格付けが低下する可能性が高いということを意味しています実はムーディーズはすでに今年上半期に韓国の10社の格付けを引き下げたばかりなんですが今回それをさらに下方修正したということちなみに格付けの見通しが上方修正されたのは1社だけ 大規模な資産売却を行ったマグナチップ半導体だけでした今年4月の報道によるとマグナチップ半導体が SK ハイニックスに半導体事業の一部や生産拠点である工場を約370億円で売却したとありましたムーディーズの格付けの評価だけでも 韓国経済にとっては十分落ち込む要素ですがさらに IMF からも韓国経済が危ないと指摘されていますそれは韓国の中小企業の全体が抱える負債の多くが危険負債であるということ危険負債とは企業の実績や資産より負債が大きくなってしまうということちなみに 韓国の中小企業の平均負債は60%で、これは大企業の平均負債の約2倍にもなり圧倒的に高いんです。こうなると企業は会社を希望した価格で売りたくても売れない状況に陥ってしまう。え実はこうした状態にある中小企業が韓国には半分もあると IMF は指摘しています。 だから韓国経済が危ないということなんです。IMF は韓国がもしこのような状況の中で突然金利の引き上げを実行することになれば全ての企業が抱える危険負債が倍に膨れ上がる可能性もあると警告しています。でその中で中小企業の借り入れによる銀行の損失も 大きくなるだろうと見ているんです。その損失、実に韓国の GDP の2%にもなる可能性があると IMF は見ています。これは IMF が9月22日に韓国の金融部門に対するリスクや強化に関する報告書で発表したものです。 この報告書昨年の6月と12月つまりコロナの感染拡大が起こる前を基準にこの先のことを評価した報告書なんですただでさえ市場の小さい韓国カントリーリスクも高くコロナショックの影響も受けここに来てノージャパンをやっている場合ではありません 日本企業は韓国から次々と撤退していると言いますが IMF からこのように指摘を受ければ外資系企業の脱韓国の動きはさらに加速することでしょう何もコロナショックのダメージを受けて韓国から外国企業が撤退しているだけではないんです2019年からその動きは始まっていて韓国から撤退した 外国企業の数はその前の年の実に3倍173社にも上ることが分かりました最も多いのは日本企業で45社やはり昨年7月からの徴用工裁判からの輸出管理の強化をきっかけに始まったノージャパン、まあ、日本製品の不買運動が長期化していることが大きく影響しているのでしょう 韓国への投資リスクを避けたいという日本企業が早々と見切りをつけた形です。そして日本企業だけではなく欧米の企業の撤退も増えているというんですが、その背景は文政権が経済対策の目玉としていた最低賃金の引き上げ、これが影響していると言います。最低賃金を 急激に引き上げたことによって、韓国企業にも大きな負担を与えていると言いますが、それは外国企業も同じです。コスト削減というメリットがなくなれば、韓国から出ていくのも当然でしょう。ただでさえ、経済状況の悪い韓国で、外資系企業の韓国離れが加速すれば、韓国経済は まますます衰退ししていくでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして「フィーフィーチャンネル」の登録もお願いします <music>